日本のナショナルセンター連合は10月9日を中心に ITUC が設定したディーセントワーク世界デーのキャンペーンに取り組みます日本全国で集会やキャンペーンのための活動を行い全ての人に人間らしい働き方を取り戻そうそのために声を上げディーセントワークの確立を目指し 大きなうねりを作っていこうと呼びかけております今日本では雇用が不安定な低賃金の非正規雇用労働者が急増をしており雇用労働者の35.5%にも達しております働いても働いても生活が苦しいワーキングプアといわれる人々も増加を続けております 今回の世界での取り組みでディーセントワークの確立に向けた大きなうねりを作り労働者の使い捨てにストップをかけたいと思います世界中の皆さんディーセントワークを確立し公正なグローバル化を実現するために力を合わし連帯して頑張り合おうではございませんか頑張りましょう